ずその目を直すのだぞ。旦那様、ありがとう頂戴いたします。ああ、それからの三平、もう近頃はわしも年じゃ、大小を刺して歩くのが腰が痛くて痛くて仕方がない。糧で加えてこうして子供を拾うた上からには、子供を抱えて本陣までの足取りはなかなかのものじゃ。どうじゃ、この大小はお前にやろう。これからはこの大小を刺して歩いてまいれ。いや、ねえねえ旦那様、手前はたかだか知れた二号藩の森契約にてございます。そのような長いものを刺すわけにはまいりません。そうか、二号藩の役子家に刀を刺して歩くことはできぬか。なれば仕方がない。これはお前にやったものだ。やったものであれば、お前が捨てようがどうしようがお前の勝手。もしもそこら辺りに大小をなくして困り果てた武士がいたなれば、それなる武士にやっても構わぬ。お前の好きなようにいたしまい。旦那様、ありがとう頂戴いたします。本当ではないぞ。我が屋敷代々伝わる石仙住院葵村正氏と振り、綾も通れば錦も切れる。よいな、しっかり抱いて行けよ。心得ました。ではわしは先に行って待っているぞ。さあ、皆も続け続け。どこぞそこらにいる大阿ぶちからした痩せる鬼、もしも再び目が開くようなことがあったなれば、三平情けの代償を持ち、陰部完膚の成敗をいたせ。いやさ、これも他人の。やめなさいわ。いらざるしてはいる。声は三平か。あいや、すまなく。奥様、手前と分かってなぜ逃げなさる。俺はお前に合わせる顔の持ち合わせがない。さようでございましょう。嘆く話は、以前といえば今なりへらと言われたあなた様、それが今では落ちぶれてそのような姿形、さぞやさぞかしご苦労なされたことでございましょう。ですが、私とあなた様の中ではございませんか、そのような遠慮きかねは無用にしてやってくださりませ。三平、かたじけない。それよりも奥様、たった今旦那様から直々に眼病の薬をいただきました。この眼病の薬は根の年月そろい男の生き血を混入すれば、どんな眼病でも瞬く間に治るとのこんな話、手前が今すぐ薬を調合いたしますので、しばらくお待ちを。もしもし、さゆを持ってきてくれんか。さゆですかいな、ちょっと待ってもなあれや。さゆな、さゆです、ここに置いときますよ。奥様、薬ができました。さあ、お飲みくださりませ。何を躊躇なされております。療薬は口に逃がすのようなたとえ、さあ息を殺して一息にお飲みくださいませ。心得た。
お父様、いかがでございまするか。そんなことはない。我が旦那様に限って毒を持たれるようなそんなことはあれはしないだが、我が様のこの苦しみは尋常ではないだが、そのようなそことをするはずはない。困った困った困った時の神頼み、一またお役師様、二でに高等将軍、三でさぬきのこっぴらさん、四で信濃の善光寺、五つ出雲の大江城、六つ村村鎮守様、七つ成田の不動産、八つ八幡の八幡宮、九つ荒野で金剛口、当でところの氏神様よ、なりとぞ悪様守ってやってくだはりまーせ。お悪様、前の目が開く通りはあるまい。奥様、見間違いなんかではございませぬ。心落ち着かせてゆっくりと目を開けてやってくだありませ。通れば錦も切れる、肉様に釘を手伝う。